まあ、岩沼のいろんないいところがあるというのも教えながら、そうですね、まあ、いろんな岩沼市内の各、なんかね、施設等で、今交流会を行ったり、あとそうですね、このような今日の温泉ツアーみたくちょっと、日帰りでどっか行って、まあ、皆さんで、心のケアリフレッシュなどを兼ねて、企画していったりもしています。その交流会等を開いている中で、やっぱり光栄が多かったのが温泉ツアーだったんですね。で、そこの温泉ツアーを、まあ、私たちの方でも実現させたいという思いからこの企画が立ち上がりまして、で、まあ、今日そうですね、皆さんにはちょっとそうですね、日頃の今まで積もった思いをちょっと発散していただいたり、あとそうですね、あの皆さんとつながっていただいてですね、これからも一人で生きていくのではなくて、皆さんで協力し合って、そうですね、あの前に進んでいただくためにもこういう企画を今回企画させていただきました。あの原発の問題から、福島の方々が、避難で岩沼に来られている方々が多くいまして、で今、みなし仮設約岩沼に現在で600世帯あるところなんですけど、約3分の1以上は福島の方で、住まわれている状況でして、でやっぱ皆さんそうですね、今後のことを考えてとりあえず一時的に岩沼に避難している方々が多くいらっしゃるというところ でやっぱそうですね、こういうあの情報が入らないというところでは皆さんとつながって情報を共有したいという方々が多く参加されているところです、はい、私たち県外者、福島から来た者たち、そういう人たちをとてもよく交流会を持ってまとめてくださったのが社協さんでした。とても今ね、あの心豊かに暮らすことができます。もう今日は感謝はね、社協さんたちに、あのスタッフ一同ね、会長さんにもいつもお礼を言いたいと思っております。ありがとうございます。私たちの支援もこれからもまだまだ続きます。その中では、皆さんの協力が必要なところもありますので、これからもご協力よろしくお願いします。